静岡に興味津々。海外出身の2人が静岡の魅力を再発見。アマンダ、ジークさん、今回もよろしく。ラ・ブラニ静岡。農産物の新品種ってどんな風に生まれるか知ってる？農家さんが考えてるんじゃないんですか？やっぱ土の中から自然と生えてくるんじゃないですかね。そんなわけないでしょ。地道な努力や研究の成果なの。そっか、やっぱり。そこで今回は農産物の新品種や新商品開発の苦労や秘密を探ってちょうだい。オッケー。やってきたのは磐田市の静岡県農林技術研究所。県民のニーズに対応するため、野菜や花などの新品種や栽培技術の開発などに取り組んでいます。いちごでは紅ほっぺや新品種キラピカの開発も手掛けました。その秘密を探りにハウスへ。教えていただくのはキラピカの開発に携わってきた川田さん。何はともあれとりあえず食べてみてください。その味は甘い。すっごい甘くて濃厚な味がする。美味しいのはもちろんのこと、果皮が硬くて扱いやすくて、早くから、連続して遅くまで収穫できるというメリットもあります。開発するまでにどんぐらいかかったんですか？17年かかっています。それは地道な研究の連続でした。手作業による交配、毎年およそ2万粒の種をまき、なんと累計28万株の中から選抜、キラピカが誕生しました。これだけの中からこう美味しいものを選ぶっていうのがなかなか大変で、もう全部食べなきゃ味が分かんないじゃないですか。嫌いにはならなかったんですか？気持ち悪くなって お昼が食べられないことはありましたけど、店頭に並んだ時はとても嬉しかったですね。やっぱり開発中の新商品があるということで次なるハウスへ。一体どんな商品なの？高橋研究員教えて。メンテナンスフリー切り花です。メンテナンスフリーって何ですか？お手入れ不要という意味で名付けました。こちらゼリーが入ってるんですけれども、開発に3年を要したこのゼリー、水の交換は必要なし、お手入れしなくても切り花が長持ちするという優れもの。さらに、安心してください、ゼリーなのでこぼれませんよ。こぼれていません。でもすごい。来年度の商品化を目指しています。より美味しく、より育てやすく、より便利に、未来の農業へ研究は続きます。ラ・ブラリ静岡は静岡県広報課がお送りしました。